エヴァンデビッド・ミークは、アメリカ合衆国、ワシントン州、ベルビュー出身の元プロ野球選手。宇藤右打ち。2002年の MLB ドラフトで、ミネソタツインズから11巡目で指名され入団した。2005年6月22日に解雇された。2005年9月17日にサンディエゴ・パドレスと、契約。2006年8月24日にトレードで、 タンパベイデビルレイズへ移籍。2007年12月6日にルール5ドラフトでピッツバーグパイレーツから指名され移籍。2008年4月2日にメジャーデビュー。9試合の登板で防御率6.92の成績で5月4日に25人ロースターから外ずれたためパイレーツは2万5000ドルを支払い、ミイクはレイズに復帰したが、 5月14日にパイレーツはミークを復帰させた。その後はメジャーでプレーすることなくシーズンを終えた。2009年は8月11日のコロラドロッキーズ戦で脇腹を痛め、翌日から故障者リスト入りのままシーズンを終えた。2010年はセットアッパーとして起用されオールスターに選出された。球団史上、 クローザーでないリリーフ投手のオールスター選出は1938年のメースブラウン以来となった。2012年12月6日、テキサス・レンジャーズとマイナー契約を結んだ。2013年11月5日に FA となった。2014年2月5日にボルチモア・オリオールズとマイナー契約を結んだ。3月30日にオリオールズとメジャー契約を結び。 開幕ロースター入りした。開幕後は8試合連続で無失点に抑えていたが、9試合目のトロントブルージェイズ戦で3安打4失点1死球と打ち込まれ、1死しか取れずシーズン初黒星を喫した。その後も結果を残すことができず、5月2日にトリプル A 級のオフォークタイズへ降格。5月15日に再昇格したが、当番のないまま5月16日に、 ディエフェとなった。5月17日に40人枠へ復帰し、トリプル A 級ノーフォークへ移動したが、5月28日に40人枠を外れ、トリプル A 級ノーフォークへ降格した。6月6日に、オリオールズと再びメジャー契約を結び、同日のオークランドアスレチックス戦に登板したが、同点の延長11回表に勝ち越し打を打たれ、2敗目を喫した。 6月8日にトミー・ハンターが故障者リストから復帰したためトリプル A 級へ降格。6月27日にバドノリスが故障者リスト入りしたためメジャーへ昇格。2試合に登板したが6月29日のタンパーベレーズ戦では1回3安打4失点の乱調で3敗目を喫し6月30日にトリプル A 級へ降格した。 登録枠が拡大された9月1日に最小格。この年は23試合に登板し、0勝4敗、防御率5.79だった。オフの10月29日に40人枠を外れ、トリプル A 級ノーフォークへ降格し、10月30日に FA となった。2015年1月21日に、ワシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。 2015年7月20日、不審により退団したフィリップ・ハンバーの代役として、韓国プロ野球のキア・タイガースと契約を結んだ。キアでは4勝を記録したが同年限りで退団。2016年5月3日に、独立リーグ・アトランティックリーグのサマセット・ペートリオッツと契約。7月20日に解雇となる。 7月26日に、同リーグのランカスター・バーンストーマーズと契約。シーズン終了後に退団し、この年限りで現役を引退した。引退後は、野球界を離れ、エネルギー会社に勤務している。ありがとうございます。